こんにちは、ジミーです。本日はですね、上司の前で緊張してしまう理由というテーマでお話をしていきたいと思います。まずですね、緊張してしまう理由っていう根本的な理由っていうのを2つお話をして、その後に、対策をどうしたらいいかという話をしたいと思います。まず理由からですね、理由は2つあります。1つ目は機会と権利の不平等だという点で、2つ目は身分制度のような縦社会文化だぞという点、この2つをまず説明したいと思います。1つ目、機会と権利の不平等。どういうことかっていうと、まず機会の不平等についてなんですけども、報告をしたり、話しかけられるタイミングっていうのが、部下と上司では全然違いますよっていう話なんですね。その不平等が緊張を生む要因なんですっていう話です。例えばその報告事があったりですね、相談事があったりした場合、部下であれば上司に話しかけていいタイミングっていうのを探る必要がありますし、場合によっては忙しい上司であればスケジュールですね、スケジュールをしっかり押さえてからその相談しなきゃいけないと、限られた時間しかないわけですね。そこで、望む反応っていうのを引き出さなきゃいけないというところでプレッシャーがかかるわけです。で、一方上司はどうかっていうと、よくある光景ですけども、部下が他の人と仕事の話をしているにもかかわらず、ずかずかと入ってきてですね、自分が言いたいことを言って帰っていくと、大して重要でもないような話をして帰っていくなんていう光景は、よく見られる光景ですね。だから、いつでもその話しかけられるような上司とタイミングを伺わなければいけない部下、この機会の不平等、これが1個緊張を生む原因だというふうに考えられます。で、もう1個、権利の不平等って何かっていうと、これは分かりやすくですね、人事評価にも関わってきますよね。評価する側とされる側っていうことなんで、どうしても見られる側になってしまいますというところで緊張を生むことになると思います。あと、職位の関係もありますんでですね、例えばその部下が上司に何か説明した時に、もし何か間違ったことを言ってしまったりだとか、上司の気に食わないことを言ってしまった場合っていうのは、例えばその無駄な追加作業が発生したりですとか、変な指示出されたりだとか、そんなことしたらたまったもんじゃないですよね。だからこそ緊張するわけです。じゃあ一方、じゃあ上司はどうかっていうと、部下が何か言ってきたことに対して、自分が例えば間違ったことを言ったとしましょう。で、部下が違いますよって言ったら、あっそう。で、気にならなければ却下すればいいわけですよね。で、無視することもできますし、そもそも相談に来られてもですね、忙しかったら、忙しいから後にしてって言えることもできるわけです。だから、その辺の権限も不、ま、権限というか、その権利って言っちゃってもいいと思うんですけども、全くそこで対称性、非常に非対称性がありますと。この非対称性こそが緊張の場面を作り出しているというふうに考えてください。上司がすごい人間だからっていうことでは絶対にないんです。例えばですね、相手が小学生でも緊張する場面っていうのはありますから、ありえない場面ですけども、明日、突然ですね、10時から30分だけ時間を与えるから、そこであそこにいる小学生に対してですね、塾に通うように説得しなさいと、説得できなければ減給だぞと、そんな状況になればですね、小学生相手でも緊張するでしょうというお話です。だからその上司が偉いからとか、上司がすごいから緊張するわけじゃなくてですね、その機会と権利の不平等があるからこそ緊張してしまうんですよという原因を認識してください。で、2つ目です。身分制度のような縦社会文化、これはですね、もう日本の特徴ですよね。さっき言った不平等の関係に追い打ちをかけてくるような文化ですね。年次が1つでも違えば上で、1つでも下ならば下だということが日本の企業の共通認識として染み付いているわけですね。で、気を使いますよね、後輩は。で、もう言葉尻捉えられますから、言葉一つ発するにしても気を使いますし、そういうことに気を使う先輩っていうのもすごくいますから、この身分制度って言っちゃってもいいと思うんですけど、これも緊張を生む要因になってます。だから発言の内容以前にですね、正しい正しくない以前の問題で、失礼がないように意識しなければいけないということで、余計に神経を使うわけですよね。だから、そうですね、後輩に声をかけられたとき、であればですよ、普通上司だとか先輩っていうのは、席上でですね、気だるそうに、はーとか、何とかっていう、言うだけでですね、体もピクリと動かさないとか、そんな光景っていくらでもあると思うんですけど、じゃあそういう人ってその上司に呼ばれたらどうかっていうと、はい、すごい、返事よくですね、
立ち上がって、勢いよく立ち上がってメモを片手にすり寄っていく光景なんていう滑稽な光景っていうのはいろいろ見たことあるんじゃないかなと思うんですけども、まあそういうもんなんですよね。それが身分制度、上の人は身分が上のものだと思って、下の人はもう身分が下だと思ってるっていうのが結構多い光景なので、これがまあ間違ってるんですけども、緊張を生む原因になってますと、そんなお話です。むしろですね、緊張感を見せずに余裕しゃくしゃくでですね、先輩に話すような人がいれば、中には先輩の中にはですよ、舐められてるんじゃないかと思うような人もいるほどです。だからその伝統的にこう重視されているこの目上の関係、上下関係、年次の関係っていうのは非常に面倒くさいです。だからこれが緊張を生む原因になっているんじゃないかというお話です。で、一つ間違ってほしくないのはですね、伝統的に重視されている目上の人に対する礼儀、これを否定するつもりっていうのは全くありません。非常に重要なことです。で、しかしですね、現状見られている光景っていうのは、そういった道徳観念を明らかに超えた身分制度が一人歩きしているようなもの、一人歩きしているようなものです。例えばですね、その目上の人を敬いなさいよっていう言っている代表格って誰かっていうと孔子なわけですよね。偉い思想家さんですけども、年長者を敬うっていう考え方っていうのは、まあ孔子がいつも言ってるわけですけども、それって1歳でも年上であれば、例えば23歳と24歳の関係であっても絶対的な上下関係が存在するっていうふうに言ってるわけでも何でもないですよね。年長者っていうのは、まあ、逆にですよ、後輩に対しても気を使わずに自由に振る舞っていいって言ってるわけでもない、全く違うわけですよね。で、古今東西ですね、古くから受け継がれてきたそういう大切な思想とか教え、そのようなものに、こういったその1歳の年次の関係というのは全く関係ありませんので、行き過ぎた上下関係というふうに言えると思います。ここだけはちょっと勘違いしないようにお願いします。で、次、対策の方を考えていきます。対策の方もですね、2つあって、1つはこれが先ほども何回も言ってることなんですけど、上司も普通の人間です、すごい人ではありませんよというお話で、もう一つがゲーム感覚で、ゲーム感覚、まあ遊び心と言ってもいいかもしれませんね。ゲーム感覚を持ちましょうっていう話をしようと思います。で、対策1、人間として、普通の人間です。人間としての上下関係はありませんっていう話なんですけども、当たり前の話なんですけども、これがですね、意外と認識できてない人っていうのは非常に多いんですね。目の前にした時にですね、上司を、緊張してしまうっていうのは、その何も上司がその人間的に上だから優れているわけだからっていうことじゃないよっていう話を今したと思います。だけどですね、年次が上の人だとか役員だとかっていう役職を聞いてしまうと途端に緊張してしまう、これがですね、こういう人が非常に多いわけなんですね。だからですね、繰り返し人間的にその上下の差はないよっていうことをしっかりと認識していただきたいと思います。で、あとよく聞くのがですね、上司っていうのは実力があると、だから何でもそのこちらが言ってることを見透かされているように感じてしまうという声もよく聞きます。しかしですね、これも冷静に考えてください。これもですね、例えばその見透かされているような状況ってどんな状況かっていうことを考えればわかると思うんですけども、だいたい苦しい言い訳してる時ですよね、報告の時なんかで。で、例えば同期、自分の同期が横で苦しい言い訳をしてる、そんな報告をしてる時っていうのは、上司だけじゃなくて自分も気づくはずですよね。あ、こいつ苦しいこと言っとるなと、嘘ついとるなということはわかるわけです。だからその上司が頭が切れるからその見透かされてるんじゃなくて、苦し紛れの言い訳してるから見透かされるだけであって、別にそんなに上司がすごいってわけでもないんですよね。誤解を恐れずに言いますけども、上司だからって言って本当に頭が切れるような人っていうのはほとんどいませんので、たまにそういう人もいるかもしれないですけど、もう滅多にいないというふうに思っていただければと思います。誰でも気づけることを気づいているだけだという認識を持ってください。中身はもう本当に役員だとかその部長だとかって言ってもですよ、中身は普通の人間だって、普通のスケベ親父ですから、何もその緊張する必要はないっていうことを言い聞かせてください。偉い人だとかすごい人だっていうイメージを緊張に直結してしまってはこれ治りませんので、まずそういう強い意識を持つことが大事です。で、もう一つのですね、ゲーム感覚を持ちましょうという話なんですけども、先ほど上司も普通の人間ですよって話しましたけども、まあ、繰り返し言ってますけども、自分も普通の人間なんですよね。だからその思うようにならないことだとか、上司を怒らせてしまうっていうこと、失敗することも当然あると、そういう前提に立たなきゃダメだという話ですね。だから当然そういう失敗もあってもいいですし、別に恥ずべきことではない、みんな経験していることですから、自分も普通の人間なんですよっていう話ですね。で、ましてや上司も普通の人間ですから、気分次第で反応も変わりますし、
報告と途中で何を考えているか分かったもんじゃありませんし、時には色眼鏡で人や物を見てきます。で、話していることについても無知なことっていうことも十分ありえますし、指示が間違っているっていうこともありえます。だから上司から注意を受けたり怒られたりした時に、まあ、必要以上にですね、落ち込まないということが重要です。そういう時はですね、今回はうまく相手をコントロールできなかったというふうに思ってください。冷静に要因を分析するっていうのは大事です。次がありますから、次はしっかりコントロールしてやろうという意識は大切です。で、そこで思い通りの反応を引き出せばいい話ですから、必要以上に落ち込むと冷静な分析っていうのができなくなってしまうので、必要以上に考えすぎることがないように したいということで必要になってくるのがゲーム感覚なんですよね。遊び心って言ってもいいかもしれません。で、仮にですね、報告事項が思うように理解されなかったりですとか、面倒な追加作業が追加されてしまった時っていうのは、まあ、言ってみればゲームに失敗したぐらいの感覚で、同僚に笑い話として話すというのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。きっとですね、そういう同僚も同じような経験があるんで、似たようなことを言ってくれる、似たようなことが経験あるよっていうことを話してくれると思いますし、一緒にですね、効果的な攻略法なんかを考えるのもいいと思います。まあ、ゲームをしているような感覚でですね、相手も別に完璧な人間じゃないので、今回はちょっと条件悪くて失敗しちゃったけど、次はなんとか攻略してやろうぐらいの勢いで、そのような心持ちでですね、臨んでいればいいんじゃないかなというふうに思います。繰り返しますけど、何かうまくいかなかった時、冷静に、状況を分析したりだとか、要因を分析して反省するっていうのは大事ですけども、自分がダメだったからだとか、怒られたことに対して、必要以上に落ち込まないようにするためにゲーム感覚だとか遊び心っていうのを持っておこうと、そういうお話です。はい、今回はですね、上司の前で緊張してしまう理由っていうお話をしました。もう一回振り返りますと、根本的な原因は何かっていうと、一つ目は機会と権利の不平等です。二つ目、身分制度のような縦社会文化がありますと。これが原因。じゃあそれを乗り越えるためにどうすればいいかっていうと、意識を変えること。まずは人間としての上下はないんですよと。相手は上司だからといっても、役員だからといっても、別に人間的に偉いわけでもなければ優れてるわけでもないですよということを、強く認識すること。そしてゲーム感覚、遊び心を持ちましょうという話ですね。必要以上に怒られたり、その何か追加指示、間違った指示が来たりしても、落ち込みすぎずに、次は攻略してやろうぐらいの気持ちで臨むことが大切ですというお話をしました。で、これを一個一個ですね、繰り返しているうちに、徐々に上司に対しても免疫ついてきますので、特に苦手意識だとか過度な緊張というのはなくなってくると思います。まずはそういった意識の変革から進めてみてはいかがでしょうか。以上、ご視聴ありがとうございました。